イコン、イベルスカヤの生信女神の母とは、キリスト教の用語で、イエスキリストの母マリアに対する称号。マリアが神の母であるとは、キリストの神的威嚇を生む母であることを意味し、キリストを神の本性において生んだ母という意味では、ないとしている。ここで言う威嚇とは、他の存在に依存することなく存在するものを言う。アレクサンドリアのアタナシオスはマリアを、ロゴスの母と称していた。 つまり、マリアは、神の威嚇の一つロゴスの母であるとの意味である。これに対して、コンスタンディヌーポリ創主教のネストリオスは、この称号を否定して、人的威嚇を生んだクリストトコスを生むものという、新たな称号を提唱し、聖人ではあるが、神の母ではないと主張した。この争いを調停するため、エフェソス公会議が招集され、ネストリオスの協議は、異端と宣告され、 マリアが神の母であることが宣言された。聖教会の一員たる日本ハリストス聖教会では、生信女と呼ばれる頻度が多い。ギリシャ語のテオトコスは神を生む者の,の意味であり、直訳すれば、神生みという称号であるがゆえに、男性敬語美を保つ女性名詞であるが、スラブ語に訳された時に、神を生む女という言葉になった。聖神女という訳語は、スラブ語の流れを汲むものである。 日本正教会の祈祷文においても、神の母の語は用いられ、イエスの母、マリアを指す正式な訳語の一つであるが、ザ・マザー・オブ・ゴッドには、神の母の訳語を当て、シア・トークスには、精神女の訳語をそれぞれ当てる定約として、基本的に使い分けられている。ローマ・カトリック教会は、1931年、エフェソス公開2500周年に際し、 教皇ピウス11世により1月1日を神の母の祝日と制定した。なお、1月1日は高誕祭の8日目にあたり、キリストのカツ日を祝する日でもある。ありがとうございます。